イーバイルは2004年にイギリスのハダースフィールドで結成されたスラッシュメタルバンドである。バンドの始まりは2000年に学校の友達同士だったマット・ドレイクとベン・カーターがメタルミリー社というカバーバンドを結成したところから始まる。その後、そこにマットの弟のオル・ドレイクが リードギタリストとして加入し、さらにベーシストのマイク・アレキサンダーを加入し、イヴァイルとしてのラインナップを一通り揃えた。2004年になるとバンドは、カバーバンドとしての活動をやめ、オリジナルソングを作曲し始める。その後も、地道に活動を続け、2004年には、オールハローズ・イブを、2006年には、ヘルデモという EP をそれぞれ自主制作でリリースし、ツアーも、 精力的に行い着実に知名度を広げ始める。そしてついには、イヤーエークレコーズと契約するに至った。その後バンドは、マットが自らフレミングラスムッセンにコンタクトを、トリプロデュースを依頼。それが承認されると2007年に、コペンハーゲンにある、スイートサイレンススタジオにてレコーディングを開始し、同年8月、ついに、ファーストアルバムである、エンターザ・グレーブを発表する。 このアルバムは UK ロックアルバムチャートで33位を記録。さらにはカレンゲをはじめとする各メタル音楽史においてもかなりの高評価を獲得し、世界的に知名度を上げることとなった。アルバム発表後は世界的にツアーを観光し、2008年の2月から3月にかけてはスラッシュメタルバンドのメガデスのサポートとしてのツアー。 さらに4月にはエクソダストもツアーをするなどバンドとしてさらに成長し知名度も上げていった。順調にツアーもこなした後バンドはプロデューサーにラスラッセルを迎えてのセカンドアルバムを制作し2009年9月21日にセカンドアルバムインフェクテッドネーションズを発表した。その後イバイルはアモン・アマース・インタムドと一緒にツアーをすることになりこのツアーも 順調に進んでいくかと思われた。しかし、ツアーでスウェーデンに滞在中の10月5日に、ベーシストのマイク・アレクサンドルが血栓症のため32歳で亡くなった。この出来事に対し残ったメンバーは、マイスペースのブログにコメントし、追悼の意を込めて、マイクのトリビュートサイトを作った。マイク・アレクサンドルまたマイスペースや、YouTube のイバイルの動画のコメント欄などには、 世界中のファンから、たくさんの追悼メッセージが寄せられた。そして12月には、マイク・アレクサンドル・メモリアル、ショーと称したライブを、仲の良かったバンド、ガマボム、ミュータント、セレゴンらと共に行った。このライブでは、いつものように、イバイルの曲をやるのではなく、マイクの好きだったバンドのカバーを中心に行っている。ちなみにその時の様子は現在 YouTube でも、確認できる。 その後、メンバーたちは11月から12月にかけて、新ベシストのオーディションを行い、2010年には、イギリス、ヨーロッパを中心としたツアーを行うことを発表。さらに12月16日には、新ベシストとして、ジョエル・グラハムを正式に迎え入れて活動していくことが発表された。ありがとうございます。